突然ですが、皆さんはスマホで文字を入力するときにフリック入力って使ってますでしょうか？自分は年齢的に、まあギリギリフリック入力が世の中に登場して広がっていくっていう途中をリアルタイムで経験できた世代です。いや、初めてあれ知った時は衝撃でしたね。まあ、そのうち当たり前になりすぎてフリック入力という呼び方も消えていくんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、こうやってだんだんおじさんになっていくんだなと思いました。やばい、また今日の動画と関係ないことを話してしまった。さて、今回は、文字を入力するためのフラッターウィジェット、テキストフィールドを見ていきましょう。先に完成したテキストフィールドがこちら。タップするとキーボードが出てきて、文字を入力することができます。パスワードを入力するときとか、まあ、ネットでアンケートに答えるときとかなんかに、もう何百回何千回と見るような UI ですね。これをアプリの中に置くための方法を、今回のテキストフィールドで紹介していきます。では早速コードを見ていきましょう。まずは、基本形はですね、ファイナルテキストフィールドイコールテキストフィールドと、書けばこれで完成です。この括弧の中には、まあとりあえず何も書かなくても一応表示だけはできます。アプリの中にテキストフィールドを置いてみて実行してみましょう。何やら変な線が1本、書かれていますね。で、こうやって、文字を入れていくことができます。今はパソコンで操作しているのでキーボードがちょっと出てないんですけども、これスマホでやるとちゃんとキーボードも下から出てきます。ただやっぱりこのままだとあまりにもシンプルすぎるので、ここからいくつかデコレーションをして見た目を整えていきます。デコレーション、そう、デコレーションですよ。テキストフィールドの横の括弧を広げて中にデコレーションと書いたら、大文字でインプットデコレーションと書きます。デコっていきましょう。で、もう一回括弧を広げて、書いたらですね、この中に設定を書いていきます。まあ、今回はちょっとだけ見た目が複雑になるんですけども、まあ書いてみると意外とすぐ覚えられると思います。今からここに4つの設定を書いていこうと思います。まあ、皆さんはこの中から使いたいものだけ選んで使ってみてください。まずは外枠のボーダーですね。ボーダー、アウトラインインプットボーダーと書くと、テキストフィールドが線で囲まれて一気に見やすくなりましたね。次にラベルテキストですね。ラベルテキストで、あなたの名前とかって書いておくと、テキストフィールドのところにラベルが表示されます。で、実際に入力してるときはこんな感じで小さくなって、ここに、あなたの名前と出ていますね。次にヒントテキストいきましょう。ヒントテキスト、カタカナで入力してくださいみたいな書いておくと、まあ、ヒントテキストって名前なんですけども、ヒントっていうか注意みたいな文ですね、がここに出てくれます。で、最後にエラーテキストですね。エラーテキストで、名前が長すぎますとか書いておくと、下のところにエラーの文字が出てくれますね。これもし本物のアプリだったら、これ出したり消したりいろいろとしていくんですけども、まあ、そのやり方は次回以降の動画を見てもらえれば、まあ、分かるようになると思いますので、今回の動画では説明を省略していこうと思います。まあ、こういうのがあるよっていう風に覚えておいてもらえればいいと思います。他にもいろんな飾り付けできるようになってるんですけども、まあ、よく使うのはだいたいこのぐらいかな。ボーダーで外枠を囲って、ラベルテキストでこの文字を決めて、ヒントテキストでこの文字を決めて、で、エラーの文字を出したり出さなかったりみたいな感じですね。はい、これで見た目が整いました。本当ならここで動画を終わりにしてもいいところなんですけども、このテキストフィールドにはもう一つだけ大事な機能があります。それはコントローラーですね。というわけで、最後にコントローラーの説明をしてから終わりにしましょう。こういうアプリって文字を入力してもらって、それではい終わりっていうわけではないですよね。ほとんどの場合、その入力してもらった文字を使って何かするわけです。ここに書いた文字を友達に送ったりとか、その文字で検索したりとかして、まあ、何かに使うわけですよね。そこで、登場するのがコントローラーってやつですね。で、コントローラーっていうものをここに置いておけば、ユーザーが文字をテキストフィールドに入力した時に、自動的に、このコントローラーの中のところまでその文字を送ってくれます。で、こうしておくことで何が嬉しいのかって言いますと、テキストフィールド以外のウィジェットからここにどんな文字が入力されたっていうのが分かるようになるんですね。例えば別のボタンがあるとして、この別のボタンを押した時にこのコントローラーの中に入っている文字を使うことができます。前回と同じやり方でちょっとボタンを作ってみます。まあ、作り方は前回と一緒なんですけども、軽く作って、
で、コントローラーの中に入っている文字を取り出したいときはですね、コントローラー .text と書けば取り出すことができます。まあ、こんな感じで、まあ、バナナ美味しいとかっていうふうに入力してから、ボタンを押すと、はい、バナナ美味しいと、プリントされましたね。これで、ボタンとテキストフィールドがつながりました。では今回書いたコードも概要欄の URL から見えるようにしておきますので、もし自分で書いていて詰まってしまった時なんかはぜひ、参考にしてもらえると嬉しいです。それでは、今回の あともう一個説明を忘れていました。すいません。さっき説明したコントローラーなんですけども、いらなくなったらディスポーズしなきゃいけません。ディスポーズっていうのは、まあ、日本語で捨てるっていう意味ですね。例えばテキストフィールドがもう消えてしまってないのに、このコントローラーだけがいつまでも残っていたら変なことになってしまいますし、逆にそのコントローラーが途中でいなくなってしまうっていうのも不便な感じはしますよね。まあ、なので、コントローラーがいらなくなったら、コントローラー .dispose というメソッドで、まあ、一旦データを捨ててリセットすることができるんですけども、まあ、これいつやればいいのかとか、どこにそのメソッド書けばいいのかとか、まあ、今説明するとちょっとタイミングが難しくて説明が長くなってしまいますので、また次回以降、少しずつやっていきましょう。とりあえず、今の話は無視でも大丈夫なので、テキストフィールドって便利だなと、便利なウィジェットだなと思いながら使っていただければ幸いです。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。